鮭は凍ったままドーン。研いだお米2合に凍ったままきのこをドボン。きのこはだいたい 100g くらい。ネギ2本の1本をハサミでバチバチいくよ。鶏ガラスープの素大さじ1パサ、水は2合の線まで入れて、鮭は凍ったままドーン。いってらっしゃい。パカ、また見ます。パト。簡単なのに美味しすぎる。